You're listening to Shibuya Cross FM.皆様こんばんは。今宵は国際ビジネス大学校渋谷オープンキャンパス。ありがとう、ありがとう。ちょっと伸ばしてみた。なかなか腹式呼吸いいんじゃないですか。もうね、皆様この渋谷はですね、本当に人がいません。なんてことでしょう。やっぱりですね、またね、コロナ禍にありまして、皆様方には本当に健康に気をつけていただきたいと思います。このラジオステーション、ちゃんとですね、このパネルを置きまして、3密にならないように、そして、きちんと消毒をさせていただいて発信しておりますので、マスクもありませんけれど、ご安心ください。さて、今宵は渋谷オープンキャンパス、あれれれれ、なんか、はい、理事長が後ほど駆けつけていただけるかもしれませんけど、今日はこの4人でスタートでございます。よろしくお願いします。お願いします。はい、なんだかちょっといつもと感じが違くてね、はい、うん、びっくりちゃんちゃかちゃんですね。はい、さて、いらっしゃらないのでちょっとご紹介をしたいと思います。この国際ビジネス大学校渋谷オープンキャンパスなんですけども、国際ビジネス大学校の創設者中谷義文さん、理事長です。よく仲良し先生と言われておりますけれども、社会貢献活動家、伝説の熱血教師仲良し先生の愛称で知られております。元中学校教師、大学講師でもありますし、国際ビジネスホールディングスグループなど7団体もね、理事とか理事長を務めていらっしゃいます。活動の一つとしては、東京ディズニーリゾートに難病の子どもたちをお連れする活動を25年、はい、以上続ける傍ら、親のいない子どもにランドセルを届ける活動を行っています。これまでに子どもたちに届けた数は、なんとお下がりのランドセル10万個ですよ。10万個、すごいですね。その数と新品は1000個以上ということで、皆様方に届けさせていただいております。一人一人の思いや行動できっと世界は変わるということで、世界に愛と勇気と希望を届けるため、終身現役、はい、お休みなし、はいはい、もうね、年中無休で張り切っていらっしゃいます。ということで、中吉先生ね、また到着されるようであればご紹介させていただきますし、活動の中でもまたね、ご本などもこうありまして、で、実際に中吉ランデセル、これね、今歌うね、はい、これみんなでね歌って、急にね、この動きになっちゃうんですよね。はい、これね、かわいいですね。この作詞、作曲は別の方なんです。作詞をされた花ちゃんが事務局長さんということで、はい、ぜひですね、このランドセル活動のご報告をお願いいたします。はい、ありがとうございます。ですね、前回もちょっとお話しさせていただいたんですけども、うん、今回はやっぱこのコロナで大変、うん、拡大してしまいまして、で、万が一っていうこともありますので、今回は福島の方に、郵送で送らせていただきました。で、やっぱり子どもたちが待ってるっていうことで、とてもね、楽しみにしてくださったということで、はい、で、ちょっと今はちょっと出せないんですけど、写真も、施設長の方からいただきまして、うん、とても素晴らしい笑顔で、あ、そう、はい、すごい、でも可愛かったですよ。それでですね、うん、いつも行くと、こう紙で折り紙で作ったメダルだったんですけど、うん、あ、そうね、以前その写真ね、はいはい、ご紹介しました。今回はですね、こういったね、ポストカードを、カードが来た、はい、あらー、ね、じゃあちょっとね、皆さんの見えるかな、皆さんにはね、画像で、画面でね、で、はい、出ますよ。ご紹介させていただきます、はい、赤いカード、青いカードがありますけど、はい、あー、かわいい、はい、中がね、飛び出る感じで、はい、あるんですけど、うん、こちらの方をね、送ってくださったんですよ。これみんな手作りよね。手作りです。で、これお兄ちゃんお姉ちゃんが、うん、まだね、幼稚園生なのでね、そうか、お兄ちゃんお姉ちゃんがね、うん、書いて、私たちにこうやって書いておいてください。わー、嬉しい、はい、ね、一つ一つね、拝見するといろんな工夫されてるのね。そうなんですよ、これ個性なんですかね、うん、みんなそれぞれね、違うんですよ。雪だるまの帽子の色とかね、はい、
はい、言葉もみんな違って、うん、はい、クラウドファンディングやってくださった方本当にありがとうございます、ね、ありがとうございます。ね、本当に皆さんが、まあ、ご支援いただいた、ね、そのお金でも一緒にランドセルの購入などに、ね、使わせていただいて、はい、このようにお礼のメッセージが届くというのも、ね、はい、嬉しいですね。はい、うん、本当に嬉しいです、ね、またこのコロナが落ち着いたらみんなでお届けに上がって、ね、この歌を歌いながらダンスをするというね、その予定だったんですよ、ね、はい、うん、楽しみ、ぜひ、ね、次回はやりたいですね、はい、ま、でもまだまだ、このランドセルをお届けするのは続くんですね。そうです、まあ、3月いっぱいまでこれから沖縄の子どもたちの方に、うん、届けに行く予定です。あ、そう、はい、ちょっと、まあ、3月ぐらいになってしまうんですかね、うん、まあ、入学式が、ね、始まるまででいいんだもんね、はい、うんうん、なのでその頃にはまた持っていきたいと思います、はい、はい、そしてですね、このランドセル、いろんな形で支援ができるんですけれども、はい、その支援の一つでクラウドファンディングもね、はい、はい、年に2回やってます、うん、まあ、今年ももうそろそろ今準備をしているところなんですが、準備してるんですけども、うん、まあ、去年やってくださったの方の今リターンを準備してまして、うん、それが終わった頃にまた今年の第1回で、うん、秋頃にまた第2回とやっていこうと思いますので、はい、皆様ご協力お願いいたします。そうですね、またね、この番組でもそのクラウドファンディングスタートしたよとか、ここだよということでご紹介はさせていただきましょうね。はい、はいはい、そうですね、はい、はい、させていただきます、はいはい、で今回というか昨年ね、クラウドファンディングに、はい、こう応援してくださった皆さんもね、はい、たくさんいらっしゃいまして、そうなんですよ、ありがとうございます、ありがとうございます、うん、はい、もう皆様のおかげで、ね、だからその子どもたちの、写真もね、本当は、はい、見せてあげたいんですけどね、なかなかやっぱりプライバシー、そうですね、個人情報の、ね、はい、兼ね合いとね、はい、そういうのがありますからなかなか見せられないんですけども、うん、はい、何かねこう機会を作って、うん、本当にこう見せてあげられるような時があればなとは思ってます、うん、本当ね、はい、それが嬉しいな、はい、ね、またこのメンバーでいろんなこと考えてね、はい、そうですね、そう、皆さんにもう子どもたちにも喜んでもらうけれど、応援してくださった皆さんにもお届けしたいということで、そうですね、はい、そうなんですよ、うん、はい、それはもう本当に感謝して、はい、なんかそのお返しっていうのはもう日々考えて、何かこう企画できないかっていうのも考えてますから、うん、はい、そうですね、でまたみんなで、ね、会うこともなかなかできないしね、そうなんですよね、うん、そうそうそう、だからね、それをどうにかって今考えてますので、うん、なんか楽しみにしていただければと、本当ね、はい、楽しみすごい楽しみ、まあ、はい、歌に一つとってもね、なんかすごい面白いなと思うのが、じゃあ降って湧いてきたんだね、作詞、あ、 歌ですか、歌、はい、降って湧いてきましたね、はい、湧いてきてこの気持ちを伝えたいんだって言ったら、うん、そしたらそれに曲をつけてくれる人がいて、はい、でそれをこうやって演奏してくれる人がいて、そうなんです、でその方々もみんな応援だもんね、はい、そうなんですよ、うん、応援なんですよ、そうなんですよ、だからびっくりですよね、ね、もう本当にね、曲自体はもう1日でできてる状態なので、うん、すごいね、そうなんですよ、ありがたいことですよ ね、 ね、だからやっぱり志を持ってね、この何年も、活動を続けてきて、多くの子どもたちに喜んでもらっているっていう証ですね、はい、だってさ、こんなね、お兄さんお姉さんのお下がりのランドセル10万個ということは、きっとその最初の方に受け取った子ってもういくつなんだろうって思わない？だってさ、もうランドセル届けて何年、もう20年でしょ、だからもういくつ、27歳、ね、もう大人、ね、立派な大人になって、ね、もうあの時もらったんだよって言って、ね、きっと ね、ご家族もいるかもしれない、で、うん、そしてお子さんがいて、でその人がお子さんたちに自分でランドセル買って、うん、そうですね、ね、なんかそう、なんか嬉しくな、夢が広がりますね、うん、うん、なんかこううるうるきちゃうね、うるうるきちゃうよ、うるうるきちゃいますね、本当に、うん、いい活動です、はい、ぜひこれからもね、はい、健康に気をつけながら活動を続けたいと思います、はい、ありがとうございます、それでは、今宵のファーストナンバー、音楽をお届けいたしましょう、はい、今宵のファーストナンバーは、お、シュガーパレードでネバーランド、
はい、今宵のファーストナンバーはお届けしましたのがシュガーパレードのネバーランドをお届けいたしました。元気はつらつな曲でございました。さて引き続きまして、私たち渋谷オープンキャンパスメンバーでお届けいたしますけれども、はい、はい、この国際ビジネス大学校について初めて聞いている方もいらっしゃると思いますので、龍馬先生からどうぞ。あ、社長ですからね、社長。はいはい、高校生社長の龍馬くんお願いいたします。はい、国際ビジネス大学校は自分の人生をデザインする、イノベーションスクールっていう風になってまして、はい、例えば自分の夢だったり目標だったりを叶えるため の, その近道として、利用していただければいい学校という風になってます。そうですね、ありがとうございます。実は年齢あんまり関係ないのね、はい、なので自分で夢をもう追い求めたいとか、まあね、実際に何をしていいか分かんないからちょっとみんなに話聞きたいなとか、そんな方々多くいらしてるんですけれども、まずですね、その設立者の中吉先生、中谷、吉文先生なんですけども、何を考えてねこの学校を作ったかというと、まあ、中学校の先生でしたよっていうのは先ほどご説明しました。で、中学の時に、中学校の先生の時に、まあ、実際ね、まあ、成績が悪いね、いい成績がいい人はいい人、それからできる人っていう風に線引きをされて、なんかその成績の悪い子の夢を断ち切ってしまった。ではそれが断ち切ってしまったのは僕なんじゃないかっていうね思いがあって、じゃあそれをじゃあなんとかして皆さんに、お勉強ができないからといって夢が追いかけられないとかそんなんではなくて、実際にもっと個性を生かして頑張ったら夢は叶えられる、そんなようなのを、まあ、応援するためにこの学校を作ったと聞いてますけれども。はい、実はそうなんですよ、うん、私たちのちょっとね、40代、はい、そういう時代っていうのは本当に詰め込みで暗記さえしていれば、成績さえ良ければ優秀だったりとか、できる人って本当にそういう人に思われてて、逆にできない子がなんかもう頭の悪い子みたいな感じで、もうそこでもう区別されてしまって、でそこからこうどん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 落ちこぼれになっていって、ちょっとこう悪い道に進んでいってしまうっていう、そういう時代だったんですよ、でも近年、最近はですね、学校の方でも、まあ、ちょっとそうではないっていうことで、まあ、倫理観だったり道徳だったり、一時その時間がなくなったんですよね。なくなったね、本当に、はい、あれはちょっと不思議だったね。不思議だったよね、でまた最近また取り入れるようになりまして、 でそこから、まあ、何を学んでほしいかっていうと、やっぱり人のことを自分のことのように考えるっていう、そういった気持ちとか考え方っていうのは非常に大事で、これが社会に出た時にこれが養われてないと、非常にコミュニケーションの取り方がうまくいかなくなってしまうっていうこともありまして、そうだね、そうそう、はい、あと本から離れていってる傾向もあるんですよ。本を読むっていうこと、本が今の子は読む子が非常に少ない。そうだね、 YouTube の動画があったりね。そうなんですよ、勉強もそうだもんね今ね。そうなんですよ、ちょっとこう調べれば出てきてしまう、でそうじゃなくってやっぱり本も読んでほしいっていうのもありまして、そして、今回その中谷理事長の方からビル・ゲイツの本っていうものを出させていただいたんですけど、これ非常にシンプルなんですよ。シンプルなんですけども、そこに考えていく、一見見た感じちょっと何このエピソードじゃんと思うんだけど、そうじゃなくてそこに考える力をつけるために、この人は何を伝えたいのかなと、何を思っているのかなとか、その想像ですよね、その想像をやっぱりつけるっていう意味で、そうするとその夢も想像でこうしたい、ああしたいっていう、こう希望がこう見えてきたりとか、道筋ができてきたりとか、ね、これをちょっとテキストにね、使ったりしてるんですよね、それで作りました、そのテキストとして。そうなんだよ、だからこれって、一冊なんだけれども何役にも使えて、まあ、一般の人たちが読むっていうこともそうで、今ね花ちゃんがおっしゃったように学校のテキストとしても使える。でもう一つ、これを購入することでその寄付としてね、貢献をする
ていう社会貢献もできちゃうというね、はい、一石三鳥四鳥の本になってます、はい、そうですね、まさにその通りです。そうなんですよ、はい、だからねやっぱりその大学校を作るということでみんなのその目標夢を実現できるようにサポートをしようじゃないかということで、はい、でこの社会貢献活動家というね、はい、このなんて言うんでしょう肩書き、はいはい、これがちゃんと商標登録してましてね、はい、そうなんですよ。ですのでレッスンを受けていただくことによって卒業したら社会貢献活動家っていうね、はい、タイトルをつけることができるっていうことなんですけれども、はい、この目の前にはお二人いますけれども、はい、お二人とも今学ばれ中ですね。はい、そうです、はい、社会貢献活動家の講義を受けているお二人です。はい、はい、どうでしょうか氷河君。そうですね、社会貢献っていう言葉をまずあまりこう、うん、考えたことがなかったので、うん、もう僕がやっぱり沖縄出身っていうのもあって、うん、あの東京に出てきたのもやっぱり成功がしたい、うん、そうだそうだ、経営者になりたい、うん、それで僕は中谷義臣っていう、 こう人間を追っかけてきた人間、うん、僕自身がそういう人間なのではい、あの、まあ、本当に風貌がすごいじゃないですか、うん、でそれでやって、ナイキを日本に持ってきた。そうだね、でも、うん、社会貢献に一番力を入れているっていうのが、うんうん、僕の中でやっぱり驚きがありまして。そうか、はい、ビジネスビジネスじゃないんだなっていうね。はい、うんうん、でそこをあの今回あの事業にしたあの社会貢献活動家とあとはやっぱりビジネスとして自分のビジネスをあの両輪で回すっていうことを教えていこうっていうことで、うん、僕と、まあ、龍馬社長は、うん、あの第一期生としてあの入学させていただいたんです、ね、そうですね、はい、ということはもうそろそろ卒業かな。そうですね、3月で終了になりますね。はい、あら、はい、わー今はじゃあ佳境ですね、はい、試験があるのかな。レポートがあります。そうだね、そうですねなるほど、じゃあ今はこう一生懸命練っている、まあ、書いている？レポートというよりも、うん、あのやっぱり自分がやりたいこと、うん、社会貢献とあのビジネスとしても、うん、あのしっかり実業を回していくということで、そっか、まあ、料理を回すということでもあのやっぱりそういうなんていうんですかね、自分がやりたいことをプレゼンする場を、うん、あの作っていただいて、あのそこで仲間同士でもあのこう発表し合って、うん、で周りの意見をもらいながら、なるほど、っていう授業になってます。あ、すごいですね、はい、はい、それでは高校生社長の龍馬くんはいかがでしょうか。はい、僕もその最初はその兵庫さんがおっしゃってた社会貢献っていうのはそれあんまりその視野には入れてなかったんですけど、うん、まあ、最終的にはその社会貢献をしないとそのいろんな企業が 今成長していく中で自分たちも社会貢献をしないといけないというふうに思って、でもまずはそのあの中谷理事長はすごくその社会貢献をあのその両輪にビジネスと社会貢献を両輪に回すということを大切にしているので、うん、そこの軸をしっかりするためにそのまずはその自分はその資金集めじゃないですけど、そういうちゃんとしたビジネスの形を一つに基盤としてから最終的にはその社会貢献を軸にしたビジネスをあの中谷理事長のように最終的には形にできたらなというふうに思ってます。素晴らしいですね。なんかそうあれもうすぐ卒業かな、はい、ね、高校生卒業してまたもっと活動する、ね、範囲が広がってくるもん ね、 そうですね、うん、大学生になりながらそして社長としても両輪を回す、はい、学業とビジネス、はい、そしてそこに社会貢献すごいね、うん、花ちゃんはどうなのかな。はい、私は、まあまあ、ランドセル、うん、ランドセルね、はい、うん、あの今後どうしていくのかっていう展開をちょっと考えてますけども、うん、はい、ね、なんかもう、まあ、前々から考えてるんですけどね、うん、なかなかこれを現実にするっていうのがこれがまた難しくて、うん、それをじゃあどういうふうにして現実にしていくのかっていうのを今、うん、考えながらそれを形にしていくということを今やってますね、うん、そうか、はい、まあね、今の話を聞いて社会貢献活動家のコース受けたいなっていう方きっといると思うんです、はい、でまた4月から新しい、生徒さんを募集ということで、うん、今応募要項が出ます。ちゃちゃーん、はい、こんな形、4月生で第2期生募集ということでですねもうすでに始まっております。毎月第4土曜日と日曜日に
クラスがあるんですね、はいはい、ということで週末がメインですから本業があって授業を受けるということも可能です、はい、またこんな、ね、時期ですからオンラインでも受講ができるということで、はい、全国各地にいる方々がレッスンを受けていただくことができます。もちろん中谷理事長が講師の時もありますし、またあの別の講師の方を、ね、お呼びして担当していただく時もあります。でそのお呼びする講師の方々も素晴らしい方々がやってきますので、はい、本当に、ね、皆さんも楽しみかと思います。はい、こちらね金額なんですけど入学金5万円月会費3000円です。安くないですか、ね、安いです、はい、やっぱりこれはですねあのビジネスビジネスしているわけではなくてやっぱり社会貢献の一つあの一つということもあるんですけれども、やはりこれがですね NPO 法人国際コンサルティング協会のもとに開催されているということもありまして、このような金額で皆様方に提供をさせていただいております。ねえすごいですね、はい、4月24、25入学式から始まりまして、毎月2回、はい、ございます。でそれぞれのコースがございまして最終的には3月が卒業式となっておりますので、皆様ぜひこちらねご参加いただければと思います。お申し込み先ですね、お申し込み先あのね国際ビジネス大学校ということでググってください。ググりますとホームページが出てきます。そしてもしググれませんという方連絡先ね、はい、これちょっとねちょっと私あれだから後で出します最後にまたお知らせ出しますからぜひ皆様この国際ビジネス大学校ビジネスの成功と社会貢献を両立するということでこの社会貢献活動家養成講座お楽しみなさってください。はい、そして今ねこう裏でというか小さくかかってるんですけども、これも中谷理事長の曲、はい、歌っておりますね、はいはい、何でしょう。タイガーマスク。そうなんです。虎だ虎だって言っておりますけれども、タワーと言いましたね。そうね、これもね、もともとがそのみんなで歌える歌があったらいいねということでね、うん、この歌にねしたんですよね、はい、で今は仲良しランデスルもできたから、はい、あのレパートリー増えてきましたね、はい、増えてきました ね、 ね、楽しみじゃないこれもう本当にね、はい、これもまた後ほど紹介しますけれど CD が発売されておりますので皆さんが聞きたいという方は、またはこれを1枚買うことで、この貢献ができるということになってますね、はいはい、このシャツも貢献ができるシャツです、はい、ただ単に真っ赤なシャツというわけではないです。裏に書いてある、はい、裏に、ちょっとこうキュッて見て、はい、見えないかな、あ見えてる、はい、これねタイガーマスクのランドセル、はい、タイガーマスクが写っております。はい、この T シャツも購入することができますよ。はい、それではですね、また今日の2曲目に行きたいと思います。はい、今宵のセカンドナンバーはキャラメルパッキングでオリオン。まだ知らないスカイへ行こう、僕だけの地図描いてこう、朝日が訪れるその前にこの街をそっと後にしよう。リオオーリオ、優しく屈折の風に思わず空見上げたら、かすかに光る空からわずかな勇気をもらえた気がした。場所を目指して行こう、偶然と
だけもらしく思えなんだリオリオ魔法がかかった顔より輝き出すこの空はなぜだろうそんな優しくて新しい未来を映し出したがこの街は赤く色に変えて止まっていた時間がまた動き出す透き通った風の消えてしまっても僕のために泣かないで笑顔のままでこの世界のまだ知らない場所を目指セカンドナンバーはキャラメルパッキングでオリオンをお届けいたしました。あのねはい、今ねまた仲良しランデスルを流させていただいておりますが、今日は、まあ、新春2回目ということもありまして、中谷理事長にいろんなこと聞いてみようというですね、そんなあのプログラムを考えていて、まだ到着してないねなんて言ってましたが、本当についてます今たった今到着いたしましたはい、いらっしゃいませ。イエイイエイ、間に合った間に合った、よかった、間に合ったね、素晴らしい。飛んできましたね、そう、今飛んできた、本当あ、よかった皆様、こちらが中谷理事長になります中吉先生ですね。どうもよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日は随分とですね、中谷理事長についてをこういろいろね、はい、話をさせていただいてたんですよ。そうだったんですね、うん、なんですけれども、はい、今日はこの後半戦、うん、中谷理事長にいろんなことを聞いてみるっていうね、時間なんです、はい、世界を変えてみるじゃなくて、そう、聞いてみる、聞いてみる聞いてみるで、はい、実はここにね、あの10枚ほどなんかいろいろカードが今ありますね、はい、うん、でカードをピピ、はい、あ、はい、カードをね、はい、1枚引いてもらって、でね、はい、ぜひ理事長が1枚ピッて引いて、でそれについてを、はい、質問が書いてあるので答えてください。なんかあれですか、これ推定見えますけどそうなんですよ、なんかあの、はい、バレバレですけど大丈夫ですか。全然大丈夫です、大丈夫ですか。あの、意外な質問もあると思うんでね、全部バーいきましょうか、いきましょう。じゃあここからいきましょうか、はい、あ、面白い、はい、経営者の奥さんはどういう人がおすすめ。わあ、すごいあれ、ちょっと待って、中谷理事長は結婚されてますか。はい、そうですよね、いろいろと聞きたいですよねそういうことを ね、 ね、プライベートをね。そう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 、あのこれね、うん、あの実は、うん、牛島兵
君って同じね、氷河と同じ氷君っていうのがいるんですけど、はい、彼が今大学4年生なんですよ、うん、4年生なんですけど自分の彼女がいて、うん、ちょっとなかなかうまくいかなかったと、はい、であの今 3代目になるんですよ、彼がもし経営者を継いだら、うん、で自分の奥さんをどうしたらいいかっていうのをすごい今インタビューいっぱいしてまして、はい、で僕今何人かの経営者の奥様を紹介してるんですね。へー、でまあこれ私で言うとまたこう世間の人みんな違うと思うんですけど、はい、誰がこれ書いたんですか、まずは。まあ大体想像がつくんですけどあのここからあの汗が出てきてるような方かなと思うんですけどね。まあ、これね正直言ってあのやっぱりね、まあその2代目3代目とまた創業者の方とまた若干違うかもしれませんけど、やっぱりねやりたいことをやらせてくださる奥様がいいと思います。あ、なるほどね、それが基準ですね。やっぱりそれがあの伸びる原因で、うんうん、やっぱりそれがあのしっかりと、うん、まあ、その創業者なり2代目、はい、3代目もガーンと頑張れるかなと。そうか、やっぱりサポートなくてはね、うん、そうですそうです、やっぱり伸び伸びできない、無理ですからね、うん、やっぱりこれはすごい大事な質問で、うん、これからの、ね、テーマにしましょう。はい、はい、分かりました、テーマね、はい、はい、OK、 次、はい、聞いて、はい、あ、営業の秘訣は、あ、営業の秘訣、はい、はい、もうすぐ分かっちゃった、はい、誰が書いたか分かるというね、恐ろしい営業の秘訣なんですけど、これ、はい、あの皆さんどうですか、営業やったことある方は、うん、営業ってあると思う、まああのまあ、自分をあの伝えることが一つは大きなものになると思うんですよね、うん、営業って、うんうん、で、あ、この人からだったらなんか買ってもいいかなってあると思うんですよ。あるある、ありますよ ね欲しかったけどこの人から買いたくないとかね、うん、そうあるんですよ、うん、すごいこの欲しいもんなんだけどこの人ではちょっと買いたくないな、またちょっと日を改めようってあると思うんですけど、あるあるでもやっぱりこの人だから買いたいっていう人になりたい、なってもらったらいいと思うんですよ、うん、だからちょっと観察されて相手のこともしっかりちょっと把握して、はい、まあ、できたら質問上手になっていただいて、うん、でその中で相手が自分からこう手を取って買っていただけるように、うん、やっぱりナビゲートしていただける、うん、これがやっぱ営業の秘訣じゃないかなと、はい、自分で選ぶのは好きなんで、ただ選ばされるっていうのがあんまり好きじゃないんですよね。そうか、うん、だってほら理事長はね、ほらナイキをアメリカから持ってきた、はい、あ、そうですね、あれだってもうね、きっと交渉術と、いやいや、もろもろと実はなかったんですけども、本当素直に、うん、じゃあ素直に広めたいなっていう気持ちだけだったんですけども、うん、でもねこれね、すごく営業ができるっていうことは、はい、やっぱ自分をものすごく伝えることができる人だと思いますので、うん、そうですね、これはねこれから絶対大事です。だから営業は絶対なくならないと思いますよ、うん、世の中。そうですね、どんなね AI の時代になったとしてもね、そうです、そうです、どんな時代でも、だからやっぱりしっかりと自分が、うん、まあ、喋り続けるんじゃなくて、うん、営業の人がこう喋るように思いますけど、意外と聞き上手なんですよ。あ、そうですね、うん、聞き上手で、相手が何を欲しいのかっていうことを早く察知して、うん、そこにポイントをパッとね、うん、人がこの営業のコツであり秘訣じゃないかなと思いますよ。はい、はい、ありがとうございます、はい、次、悩むことあるのって、悩みがないことが悩みなんですよこれね、さすがです、正直ね、さすがです。これね実はまあ、これ家庭環境にもすごいよると思うんですけど、人間ってワクワクしてると全然いいじゃないですか、調子がワクワクしてると、うん、どう？そうですね、今今、あくびせんかった、今目が、あ、そう、ワクワクしてるとワクワクしてると人間ってめっちゃくちゃすっごくやりたいことがどんどんできるんですけど、うん、もうなんかやっぱりこうやらされてると思った瞬間から全然ダメなんですよね。いろんなことが悩みになってやらされる感がダメなんですよ。確かに。だから絶対に自分から進んでやるというのが一番悩みがなくなるコツじゃないかなと僕は思ってます、はい、だからとにかくワクワクするように自分を仕向けましょう。だから悩みがないんですね。そうなんです。はい、次、悩みがないことが悩みってことですよ、うん、素晴らしいです、はい、次、はい、ありのままの自分を動物で例えると、ね、何ですか？
これはね、僕は動物占いではもうあれですよ、何ですか、何でした、余裕じゃなくて、何だったか、みんな知ってる、何、余裕なるライオンじゃなくて何でしたっけ、トラ、ライオン、ライオンなんの、ライオン、なんかね、動物で出ると、いや僕ライオンなんですけど、トラ、トラ、トラが、トラが、トラじゃん、トラでしょ、トラでライオン、楽天的なトラ、全然違う、楽天的なトラ、そうです、ごめんなさい、楽天的なトラなんですよ。だからなんていうかな、あんまり深く考えすぎるとうまくいかない。なるほど。で、深くは一旦考えるんですけど、あんまり深くすぎて考えるとずもう出てこれないので、あんまり深く考えるとダメですね。だから動物立てると本当楽天的、楽天的、それって動物性格、まあいいでしょう、楽天的だね、オッケー、はい、じゃあ次、はい、人生で大事にしてることは、これはもうね、やっぱりね、人を大事にすることだと思いますね。あ、なるほど、これが私の中では一番大事にしてることです、はい、はい、ありがとうございます、はい、次、足のサイズ、足のサイズ何センチだと思う、ちょっとみんな当たったら今日ハワイ旅行にプレゼントしようかな、本当に、外れたら嫌だ何も言う前に嫌だってなったけどね、逆にね、プレゼントしてほしいよね、それぐらいの覚悟を持って当てに来てほしい、29 28.5 28.5 28 28。実はバスケシューズの時は 28.5 なんですよ、でもだけど普段は28もしくは 27.5 ぐらいです。なんでバスケシューズはなぜ、ちょっと靴下ってちょっとね、ごっちな履くんですよ、なるほど、で今ちょっとね、足パンパンに怪我して腫れてるんで、あ、怪我しちゃった、29ぐらいだと思います、まあ、みんな正解全員正解で3人ともハワイ旅行にプレゼント、やったやった、じゃあ私福島のハワイアンっていうとこありますよいいですよね、あそこ。めちゃくちゃいいですよ。近いですよ、近い。福島毎年行ってるんで、あそこに連れて行きましょう。次はね、教育で大事なことは、教育ね。これね、教育大事なことはね、これまあ私一言で言えばなかなか言えないぐらいなんですけど、まあ、教えて育てるって書きますけど、やっぱ育てる方が大事なんですよね。やっぱ教えることは結構もう一方通行でこうだあだって言いますけど、育てるっていうことはその人のやっぱりしっかりとした姿勢に、ね、立って育てていかないといけない、やっぱり個性を大事にしないといけないなと思いますよ。確かにね、だからちょっと偏差値教育っていうのが僕は実はあんまり好きではないっていうか、あんまり良くないと思ってます。だからいろんな物差しがあってものすごい、ね、能力ある、だからね、龍馬なんかは英語めちゃくちゃもう、ね、できるじゃないですか、で氷河はもうソロバンが、ね、得意で、やっぱりね、それぞれに不得意あると思うんですけど、やっぱりいいところをドーン伸ばしていくっていうのがね、この教育では必要だなと思いますよ、そうですね、私の中ではね、素敵です。もうこれどんどん行くんですか、どんどん行っちゃいましょう、時間大丈夫ですか、まだ大丈夫、まだ大丈夫です。明日までの命なら何食べる、これね、もうこの人でしょもう全部質問が分かるんですけど本当になんかね、やっぱり思考回路って人間ってなかなか成長しないねプログラムが人間やっぱり生まれ育ってきたプログラムがあるじゃない、これ成長しないなって思う、ね、もうね、この3人今日ほとんどの人がカレーうどん食ってきたんでしょ、なんでしてんの、カレーとうどんはめちゃくちゃ合うんですけど最後に食べたいものって言ったらちょっとね、違うんじゃないかなと僕思うんですよね、僕ね、でも食べたいって言ったらいろいろあるんですけど、はい、食べなくていいです別に無理して食べなくていいもうあの匂いっていくらでも食べれるんで全然食べなくてもいいんですよ、そこに執着心がないんですよ、そうか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 、なるほどね、じゃあもうなんで本当何でもいいんだね、もう今食事行ったところは一人10万円のお店です。そんなもの食べてきたの確か
かに、まあ、いろいろ食べていらっしゃるからね、これじゃなきゃ嫌だっていうことがないということですね。ぐらいのちょっと高級なお店で、はい、でということはそれでちょっと、はい、遅れてきちゃったんですね。すいません、今日はね本当にね、いろいろちょっと前からの予定があってですね。そうなんです、もうね中谷理事長忙しいんですよ、はい、なんだけれどもやりくりしてここに出るっていうね、いやそれが一つ の、ね、使命ですから。最優先で皆さんにも、今からの渋谷クロス FM 行きますからって言って言いながら、さよならってね、足をまだ大丈夫でしょみたいな。わかるわかる。そうだけどね、今回ね素晴らしい働きしたんです、皆さん。ですよね。そうだから理事長になくてもいいかもしれない。だから私ねすごいいつも思ってて、いや本当これそうなんですよ、うんね、いない方がみんな自分のことになってやるんです、うん、そうですよね。これがね成長なんですよ、ね、で私がいると、うん、どうするのどうするのどうするのって言って、うん、全部僕にね聞いてくるじゃない、うん、これがね成長しない話なんですよ ね、 ね、だから今日はねすごい良かったと思う。良かったでしょ、うん、だからわざと来ないようにしてたんです。そうでしょ、うんうん、分かった、その辺で隠れてたんじゃないかなと思ってでしょ、タクシーそこからもうちょっと3メーターぐらい乗ったわけ実はこれそうですね。あ、じゃあ次いきますよ。はい、お願いします。リーダーとはね、はい、リーダーとはね、こうなんか一言ではちょっと言いにくいんですけど、うん、やっぱり自分がやっぱりこう自らね、もうリスクを背負って、うん、もうやっぱりやるっていうことをやっぱりやり通せる人がリーダーと私は思ってまして、はい、まあこの質問も誰か分かりますけど、まあでもすごいでも大事なことですね、うん、そうですね、うんうん、ね、まあ今までのこう実は父の時代はすごいそれね、もう我慢して我慢しての時代だったのが、うん、もう今年からはですね風の時代になりましたんで、はい、もう自分のやりたいことをどんどんやっていくリーダーがこれからは必要になってくると思いますよ、うん、どんどんやっていきましょう ねリーダー、はい、みんなリーダーですからね。そうですね。次、はい、次です。愛識していること、はい、意識していることね、意識していること、これをね、実は人間って、無意識でやってることが多いんですよね普段、うん、無意識でね。でもこれ最初は意識をしてやってるから、うん、これがいつの間にか無意識でいろんなことができてうまくいくんですよ、うん、だからもし苦手な部分があったりとか自分があこれちょっと補いたいなと思ったら必ず意識してやっていく、うん、朝起きもそうなんですよね。もう意識して何時何分何時何秒に起きるってやっぱ意識しない限り絶対に寝坊します。そうですねそうだから意識する、ね、何秒まで意識するっていうことですね。そうです。理事長はいつも早起きですね。そうだ、もう早起きしないと嫌なんですよね、うん、ね、なんかちょっともったいない感じがして、うんうん、はい、ちょっと自分自身で自分に負けた感じがするんですよ。これ人じゃなくて、うん、自分自身に負けた感じがするんですよ、ね、今笑ったの今、ね、でもこれね、これはでもみんな自由なんですよ、ね、うんうん、自分が決めればいい話 で、これ早い遅いなくて、うん、自分が決めた時間に、まあ、次の日とかね、夜がちょっと遅くなったりとかあるじゃないですか。だから別にこの日にはこの時間帯に起きれば全然自分で OK なんですけど、まあ、それを自分で決めていくっていうのがね、この意識することのすごい大事なことだと僕は思ってますね。はい、ありがとうございます、はい、じゃあ最後の質問です。最後、はい、好きなブランドは。はい、これね、もともと今、龍馬社長がね、うん、やってる GNC っていう会社を、うん、もうこれが私が24歳ぐらいの時に作った会社ですごい長いんですけど、うん、これ GNC はグローバルネットワークコミュニケーションっていうね、うん、まあ、グローバルな視点でやっぱコミュニケーション大事じゃないですか、うん、ね、で、それをやっていこうっていうので作ったんですけども、実は頑張れ中谷ちゃんっていうそこそこじゃ自分を、はい、やっぱりね、自分が頑張らないとダメでしょ、うん、それを託したんですよね、両方にね。なるほどね。このブランドをやっぱりね、うん、頑張れ中谷ちゃん、うん、ね、これが今この次のレッドリストの、うん、動物になっていくんですね。で GNC の T シャツ、うん、昔に作った限定であるやつがありますから、はい、欲しい人言ってください、ラジオで、うん、ちょっとでもね、もう今ボロボロですけどもT シャツ自体がもう風化してしまって着れないぐらいボロボロなんですけどでもまだ
40着ぐらい本当 ありますから。わかりました、はい、欲しい人が、まあ、じゃあ今度みんなで着てみようよ、うん、頑張れなかったんじゃ。これみんなブランドなんですよ、自分自身がブランドなんで、うん、なるほど。そのね、ヨーロッパの人が何百年ついてるブランドをやってると思うんですけど、うん、自分がブランドになったらいいなと思ってますから、うん、特にこれっていうブランドはなくて、はい、でもブランドの歴史は好きで、うん、これなんでこのブランドができたのかなっていうのをすごい調べるの好きなんですね。うーん、だから歴史に学びましょう、はい、なるほど。じゃあ GNC もこれからどんどん歴史を作っていくということで、うん、そういうことですね。素晴らしいです。もう今はみなしごのバラード、うん、流れてますけど、聞こえますか？寂しくなってきましたね。そうなんですよ、もうね、さようならの時間なんです。もうそんな時間？そうですそうなんです。めっちゃ早くない？はい、それではですね、最後に、QR コード、はい、はい、皆さんのこのね、寄付につながるこれ QR コードを読み取っていただきますと、それぞれの購入をができるようなページに飛びますので、ぜひお願いいたします。次回はね、また2月登場なんですけれども、 そうですね、その時はまた新たな、戦略でね、またこのプログラムスタートしていきますので、楽しみになさってください。これは全部ね、全額ランドセルの寄付に、はい、印税部分はね、すべて本から CD、ね、はい、歌はすべてなってますから、いきます、ね、ぜひ皆さんのご協力を、はい、よろしくお願いします。はい、それでは皆さん、はい、また来月ね、こちらに向かってさようなら、はい、じゃあね、バイバイ。ありがとうございます。ありがとうございます。